という熱い原石は磨かなければ自己満足のゴミと化す。ということでブルーロック第4話から5話が放送され、ついにチーム Y との決着がつきました。まずはキャラの名前や武器を完全に理解してもらうため、チーム Z を1人ずつ最新順位の回から解説します。275位、五十嵐グリム。武器は諦めない心という、ストレートに言えば才能のない男に見えますが、実はとんでもない才能を持っていて、なぜ足を怪我したはずなのに今ここにいるのか、そこを考えればイガグリの強さがわかると思います。274位、ちぎり兵馬。武器はまだ話されてないですが、1年前に怪我をしており、同じ箇所をもう一度怪我したらサッカー人生が終わります。世界一のストライカーを夢見ていたこともあり、すごい武器は持っています。でも怪我をするのが怖い、夢を失うのが怖い、その夢を諦めるためにブルーロックに来たんです。しかしちぎりは嘘をついています。わざわざ映像で研究までしていて、味方の能力を把握していたり、作戦会議の時に提案をしていたり、勝って先に進むことを考えています。終わりたくないから戦っているんです。273位、なるはや朝日。武器はディフェンスラインからの裏への飛び出し。これ一見弱そうに見えますが、この能力をうまく使えば最強で、もしなるはやに大川のようなゴール前でのシュート力があれば、とんでもなく強い選手になります。272位、ゲームを置く人。武器はオールラウンドなんで、特化したものはなくて、しかもゴールキーパーで、頼まれたら断れないというめっちゃいい人なんですが、ブルーロックに最も合ってない人種です。271位、今村雄大。武器はスピードとテクニックらしいですが、テクニックってあやふやすぎるし、スピードもまだ全然活かされてないんですよね。サッカーを恋愛に例えたり、言ってることも理解不能です。今わかるのはチャラ男ということだけ。270位、ライチジンゴ。武器はシュートテクニックですが、もう一つの才能が突出していて、体力がエグいんですよね。 20km 走でイサキが持続時間42分に対して、ライチは1時間13分というかなり化け物レベルですね。だからハイレベルの接戦が起きた時にライチの底力は出てくると思います。269位、クオン渡る。特技はジャンプ力で、チーム Y 戦では守備が多い中、高さでリーチを取ってうまく活かされていて、これをシュートに活かしても強いと思います。そしてクオンはチーム Z のまとめ役でもあり、コミュ力が異常に高いんで、そこも何か活かせそうですね。268位、バチラめぐる。特技はドリブルで、順位はシュートを決めた人が優先されるんで、技術力はダントツでナンバーワンだと思います。さらにドリブルだけではなく、シュートが打ちやすい的確なパス、試合ではここら辺も特化していて、バチラなしではチーム Z は勝つことは不可能だったでしょう。267位、ガガマルギン。特技は肉弾戦ということで、異常にバネが強くて、どんなパスでもどの位置でも自傷を恐れず飛び込めて、実際にシュートも決まっており、最も個性が強く予測ができないプレースタイル。266位、国神蓮介。特技は左足のミドルシュート。さらにフィジカルの強さ、正義感が最も強い男です。夢はスーパーヒーローになること。しかしこの男、完全上位互換がいて、それがバローの存在。フィジカルの強さ、シュート力ともに現状バローの方が格上です。この二人の大きな違いもこれから出てくることでしょう。265位、イサギヨイチ。能力は自分では理解していませんが、空間認識能力があり、ゴールの匂いをもとに一瞬で周りの状況を理解し、ベストポジションにつくことで相手の攻めを止めたり、ゴールを決めることができる。目には見えない最強の能力。チーム Z にはこれらの武器があり、それを活かすための作戦が、フォワードを交代制で入れ替えるチギリとイエモンを抜いた次折れナイン作戦。ちなみにアニメでは最初はイレブンでしたが、原作では最初から次折れナイン作戦です。イサギはみんなの強力な武器を知り、自信をなくしていきますが、国神の存在が大きくて、パス、アザス、礼を言うためだけに来るんですね。この男によってイサギの自信は取り戻されます。そしてチーム Y 戦、注目選手は大川で、超ディフェンス型と見せかけたカウンター作戦。影の支配者はニコ。ニコはイサギと同じ能力を持っていて、フィールドを的確に把握する目と、他人を使うことに長けた脳みそ。動きを止めてもアイデアは止められない。その意味は、ワンタイムキルカウンターという、残り1分でディフェンス型から一気に全員で総攻撃することで、最後はウォーカーにパスし、全員が詰んだと思った瞬間で絶望感にあふれるシーンです。ただ一人だけ先読みしていた男、それがイサギ。同じ能力を持つことで、ニコの発想が先読みできるんです。そしてニコのこの動きは、イサギの後悔した過去と同じで、パスを選んで負けたんです。つまりニコはイサギのように急成長する可能性が高く、イサギとニコの大きな違いは、ニコは自分の能力は把握していて人を使ったプレー、イサギは無意識で能力を使っていて自分も攻めるプレー。イサギが能力を把握するのが先か、ニコが攻めを覚えるのが先か、こういう部分も実は楽しめるんです。ただチーム Y はここまでオーカーのシュートで勝ち上がっていて、すでに2敗しているんで、ニコが勝ち上がるのはかなり厳しいです。ちなみに原作ではシュート時のニコの目は映ってないです。イサギのシュートシーンの迫力はやばかったですね。ここでイサギはシュートの気持ちよさではなく、自身の手で相手の夢を潰し勝ち上がること、その気持ちよさを知ります。しかしイサギには、なぜシュートが決まったのか、なぜあの場所に自分がいたのか、あんまり理解していなくて、自身でもたまたまそこにいたと言っており、国神の発言、ゴールの匂いがわかること、イサギのゴールで勝てたこと、そしてゴールしたことでの興奮、イガグリの寝相、これらにより自分の能力を把握するため映像を研究することにします。そこでちぎりと話すことで自身の能力を把握していきます。しかしちぎりとの小さい因縁もできてしまうんですよね。このちぎりとの因縁が後々重要になってきます。ここからはエゴジンパチの言葉の意味、ソースとマヨネーズって合う。これにも実は意味があって、ソース焼きそばはソースがなければ味がしないですよね。しかしソースをかければ1となり、マヨネーズをかけることで美味しさがさらに増すんです。これはサッカーと同じで、一つ武器を見つけることで1を生み出すことができ、さらに強く
くなるにはそこに欠けるものが必要となります。例えば潔に国神のようなシュート力、バチラのようなドリブルの技術があれば最強の武器となります。これがエゴの言う掛け算の意味ですが、潔はすでに掛け算を達成していてゴール前で強力なシュートを決めています。つまり潔が強くなるにはたまたまを理解すること、これが今後重要な鍵となります。ではスパイスとは何か。それは順位変動で下位の潔がトップになること。潔は能力が目に見えるものではないから、その能力をいつでも使えるように体力をつけるため走り出します。すると味方も走り出し、すでにチーム Z の中心は潔になっていたんですが、潔はドリブルが上手いわけでもなく、シュート力があるわけでも、肉体が強いわけでもなく、ここぞという時にゴールを決める力、それを結果で残していて、結果だけが全てを決める世界、それがブルーロック。下の人間に抜かされることで競争のスパイラルを生む、これがスパイスです。こんな感じで解説は終わりますが、原作との違いはほぼほぼなくて、全体的な感想を言うと、作画がいいんで原作よりも何をしているのかが分かりやすいし、テンポもかなり良くて見やすいです。5話時点で3巻に入ってますからね。ブルーロックはどんどん面白くなるんで、これからも期待ですね。次回の試合はめちゃくちゃ内容濃いんでかなり楽しみですね。という感じで今回の動画は終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。